こんにちは、パーカッションの高文です。今回はツリーチャイムをきれいに鳴らす方法を紹介していきたいと思います。今日からすぐに実践できる方法ですので、パーカッション演奏する方はぜひ参考にしてみてください。こちらですね、ツリーチャイム、あるいはバーチャイムとかウィンドチャイムといった言い方をしたりもします。簡単にきれいな音が出る楽器なので、特に決まった演奏方法があったりとか、誰かに教わったりって、することがない楽器だと思います。なので、皆さんそれぞれ独学で、この楽器鳴らしてると思うんですけれども、僕が知る限り、90% ぐらいの、パーカッショニスト、打楽器奏者はですね、このように演奏してますね。はい、いかがでしょうか。あ、綺麗だ、いい音だなと思ったかもしれないんですけれども、プロの見方からするとちょっと問題点が2つほどありまして、1つはちょっとディレイが多すぎる、後から鳴る音ですね。こう鳴らして、やん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 、まだ鳴ってる、まだ鳴ってる、まだ鳴ってる。ちょっとこれ長すぎるんですよ。あえてディレイを出したいときは別ですよ。でもですね、このただシャラーンという音だけが欲しいとき、あるいは曲の一番最後に、演奏するときとか、すごく静かなシチュエーションで演奏するときに、このディレイが長いとですね、すっごい目立つんですよね。シャラーン、シャラーン、シャラーン、あ、まだ鳴ってる、まだ鳴ってるって。シャラーン、シャラーン、まだ鳴ってるよ、みたいな。なので、まずこのディレイをなくしたいっていうのが1点と、あとはこれイヤホンで聞くとちょっと分かると思うんですけれども、今のやり方だとこのバーがハードヒットしすぎて、すごい高い音が出てるんですね。で、専用のマイクじゃないとこれを録音するとプチ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 みたいなちょっとノイズが乗ってしまうんですよ。多分これも今乗ってると思うんですけれども、なので、今、まあ、レコーディング、特に、まあ、専用のマイクがあれば別ですけれども、普通のマイクで撮った時にあんまり綺麗な音で撮れないという、まあ、問題点がありますと。これらの問題点解決するために僕が考えた奏法を、やってみます。あ、だったならなくないですか、ディレイ。もう一回やってみましょうか。やばくないですか、ドヤっていうね。やり方はめちゃくちゃ簡単で、このバーではなくてついてる紐の方ですね、こちらを指で軽く当てて揺らしてあげる。静かなもんじゃないですか。あ、まあ、ちょっとなってるかな。理由もすごく簡単で、このバー一つ一つっていうのはこの紐でついている振り子みたいなもんで、振り子っていうのは、下の方から揺らすと大きく長く揺れるんですね。なので、下の方を揺らしてしまうとツァン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 と長く揺れてしまうんですけれども、なるべくこの元の方から、まあ、揺らしてあげると、まあ、ほとんど揺れないので、バー同士のファーストヒットだけで済んでしまうと、それで綺麗になるというわけですね。何かを叩いている流れで、スティックでこのチャイムを鳴らすことってあると思うんですけれども、この場合も全く同様で、このバーの方ではなく紐の方に当てて、こうやると、ディレイしません。で、ボリュームをコントロールしたいときですね、この紐でやると割と
小さめな音なんですけれども、もうちょっと音量が欲しいなといった時には、僕はこの、バーの一番上の部分、まあ、この紐がついているより上の部分ぐらいをですね、指で当てて、やってあげるとさっきよりちょっと音量が出ます。あとあえてディレイを出したい時には、まあ、簡単な話、この指の高さ、バーを揺らす高さを調整してあげればいいんですね。下に行くほど揺れるし、まあ、真ん中ぐらいだとやや揺れ、上に行くと揺れないというような感じです。あとちょっとしたコツとしては、上から鳴らす時にはこの一番最後のバー、まあ、2本か3本ぐらいですね、これは鳴らしてません。このバーが長いっていうのもあって、これを鳴らしてしまうとこうちょっとディレイが起こってしまうので、まあ上からやった場合、実はこれ鳴らさずにこの辺でやめてます。下からやる場合はですね、意外と大丈夫です。この一番短いのはそんなに揺れないので、あ、まあ揺れてますけどほとんど気にならないぐらいなので、まあいいかなと。まあ、気になる場合はこの辺で途中でやめても OK です。あ、鳴らしちゃった。うん、って感じですね。はい、というわけで今回はツリーチャイムの綺麗な鳴らし方について紹介しました。まあ、本当はですね、教えたくないぐらいの企業秘密レベルの内容なんですけれども、まあ、今回は皆さんにシェアしますので、ぜひ演奏する機会があればツリーチャイム綺麗に鳴らしてあげてください。こんな感じでパーカッション情報を発信してますので、参考になりましたらぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また。